続いて基調講演に移ります。新たな感染症危機にいかに備えるか、国民の生命、健康と生活、経済の両立を目指してをテーマに、国立感染症研究所感染症危機管理研究センター長斉藤智也様よりご講演をいただきます。それでは斉藤様、どうぞご登壇ください。それではどうぞよろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました国立感染症研究所の斉藤と申します。まずお話しさせていただく前に、今回の能登地震におかれまして被災された皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。本日基調講演といたしましてお話しさせていただきますのは、まさにこの昨年新型コロナウイルス感染症5類に移行いたしまして、一旦このパンデミックに一区切りがつき、そしてまた次に向かって少しずつこの計画などを検討し始めているところで、先ほど新藤大臣からのお話もありましたが、この行動計画につきまして、私の方からお話をさせていただきたいと思っております。はい、このパンデミックの歴史でございますけれども、この100年の間に5回の大きな感染症流行、世界的な感染症の大流行パンデミックというのがございました。1918年のスペインインフルエンザというのは非常に代表的なものとしてよく知られておりますけれども、最近では2009年、当初は豚インフルエンザと呼ばれたパンデミックインフルエンザというのがございました。そして2019年末新型コロナウイルス感染症 COVID-19 というのが発生したわけですけれども、このように我々の生きている一生の間に何回かこのパンデミックというものを経験する機会があると、そういった社会の大きなリスクがあるものに対して我々としてどうやって備えていくかというのが課題であります。ここで危機管理のサイクルというのをちょっとお示ししたいと思うんですけれども、大きくいろいろな分け方ありますけれども、3つのフェーズに分けてお話ししますと、まずこの発災する前の段階にですね、そういったことが発生するのを予防する、あるいはそういった何か危機が起こりそうだというのを予知する、あるいは早期に探知するというようなフェーズがあります。そして一度発災したらばその被害抑制のために動くフェーズというのがあります。そしてこの対応が終了すると、ではまたこの次の事態に向けてさまざまな準備を進めていく、まずこの対応を振り返って、そしてまた次に発災した時により早くより効率的に動けるようにすると、そういった準備のサイクルがあるわけです。でこちらに感染症の危機管理だった場合の事例についていくつかこの絵とか言葉で具体的な活動を示しているところなんですけれども、この発災から収束の間の被害抑制のフェーズ、ここはやはり一番大きく目立つフェーズではあるんですけれども、大きな危機管理の流れで言えば実際この時間というのは非常に短くて、その間の事前準備に費やしている時間というのは非常に長い期間となります。この間もですね、モチベーションを保たなければいけません。よく喉元過ぎて暑さを忘れるという言葉がありますが、すぐに人々はこういった危機に遭っていたことを忘れてしまいます。ただ次に向けて準備は続けなければならない、そのモチベーションを保ち、で人あるいは物、あとお金、こういった危機管理の3つの重要な要素、これをですね、適切に投資をして準備を進めていく必要があります。こういったことを続けて行っていくために、やはり計画というものが非常に重要な役割を果たします。で、このパンデミックというものに対して、計画というのが作られるようになったのは、この20年ぐらいのことではあるんですけれども、2005年に新型インフルエンザ対策行動計画というのができました。それから、このより具体的な内容について、ガイドラインという形で書いたものが作られ、
そして2009年、何度か改定を繰り返しながら、2009年にこの先ほども円の、あの表の中にありましたが、パンデミックインフルエンザと、当初豚インフルエンザなどと呼ばれましたけれども、パンデミックインフルエンザというものが経験することになります。でその後、まあ、特別対策措置法、特別措置法などをですね、新たな法律を作って、そして政府対策行動計画ガイドラインというのも大きく、記述をし直したのが2013年のことになりますけれども、まあ、一度こちら過去のもの、まあ、今も使われているもの、今の段階のものを、まあ、ご覧いただけると分かると思うんですが、非常にたくさんの議論を繰り返し、そして改定を繰り返し、記載を充実させてきた内容になっております。でこの2009年に、まあ、この計画を作り始めてから初めてパンデミックを経験したわけなんですけれども、その後この政府行動計画の考え方というのを変わっています。で当初鳥インフルエンザ H5N1 と呼ばれるもの、この鳥で非常に病原性が高く、高いもの、これが人に感染しやすくなって人の間で蔓延をして、そして人、多くの人が亡くなっていくような事態、まあ、こういったものを想定して計画が作られていたわけですが、2009年に実際発生したものは、まあ、いわゆるそれほど病原性といいますか、まあ、重症化しやすいというものではなかった。その中で行動計画で想定していたものと実際に対応だいぶ齟齬があって、ではじゃあ行動計画はどうやって作っていくのが良いのか、やはりどんな新型インフルエンザが発生するか事前に予測することはなかなか難しいことです。じゃあその中でじゃあ計画としては、じゃあ様々な感染性あるいは病原性、重症化しやすさなど、まあ、いろいろな可能性を想定しておこうと。では計画としてどう書いていくかというときに、網羅的にじゃあやるべきこと、考えるべきことというのを記載したメニュー表のような作りにしておこうという考えになりました。それでいろいろな選択肢を用意しておいて、いざ起きたときにはその感染症に合わせて必要なものを行っていくと、まあ、こういう形で計画の柔軟性を確保していこうというのが基本的な考え方でありました。で、まあ、今回新型コロナ COVID-19 のパンデミックというのが起きたと。その際にこの政府行動計画はどれだけ役立っていたのか、紐解かれたのかというところを振り返りますと、まあ、なかなかこう、 うまく使われていたのかとも言えない、ところがあります。まあ、多くの人があまりこう中をどんなことが書いてるかとかを知らなかったり、あるいはまあ実際に紐解いて、まあ、開いてみたら実際目の前で起こっていることとなかなかうまく合わなくて使えなかったといったこともあったかと思います。でなぜまあそういったことになってしまったのかということを考えますと、まあ、大きく2点あるのかなと思います。まず1点目はほぼ新型インフルエンザを想定した計画だった。一応この行動計画、まあ、インフルエンザの新しいもの、新型インフルエンザというものを中心には書いていますが、その他にですね、新感染症といいまして、病原体が不明な新たな感染症というものも対象として書かれていて、決して新型インフルエンザだけのパンデミック計画ではなかったんですけども、実際実質的にはほぼほぼ新型インフルエンザを想定したものになっていた。ただ実際に現れたのは新型コロナウイルスであったという違いがあります。それによってこの感染動態などもだいぶ違うものになった。でもう一つ問題だったのは過去事例の過学習、オーバーフィッティング。これは機械学習などで使われている専門用語でありますが、その未来を予測するモデルなどを作るときにですね、過去のいろいろなデータを学習していくと。そうすると過去のデータをずっと学習していったらば、過去のことについてはうまくこう予測できるけれども、じゃあ未来のことを予測させようとうまくいかないと、過去のことを学びすぎてしまうという言葉であります。まあ、これ実際どんな問題があったかといいますと、まあ、いわゆる2009年のインフルエンザ、パンデミックインフルエンザ、まあ、この時のことがだいぶこう頭に残っていて、でこの行動計画の中でもですね、例えば、感染者が出て、そしてまあこの接触者の調査っていうのをこう丹念に最初行っていくわけなんですけれども、まあ、この接触者のこの関係っていうのは追えなくなったところで、まあ、そこでもう接触者調査は、まあ、
深く応用しないようにしていくであるとか、あるいは感染症指定医療機関で、まあ、最初はもう感染者を受けていくという時も、まあ、病床が埋まってきたところで、まあ、ここで、まあ、もうその溢れてしまったらば一般の病院で受け入れていくというような、まあ、想定をしていたところがあります。まあ、それはおそらくですね、早期に性質とかリスクというのが見極められて、この新しい感染症のリスクが比較的早い段階で社会に受容されることを前提とするという考え方になっていたという背景があるのかなと思われます。で、まあ、実際のところですね、この新型コロナというのが発生してみたらば、感染性、感染様式、それから疾患のスペクトラム、どれぐらいの重症者がいるのか、どれぐらい軽症者がいるのか、無症状の人がいるのか、まあ、こういったことに対して知見がない中で、ではこの感染症のリスク、あるいは動態の見極めに非常に時間を要し、まあ、丹念に調査などを行っていく、長い継続的に調査を行っていく、丹念に調査を行っていく必要があったであるとか、あるいはこのワクチンも薬もない、医療体制を上回る感染爆発のリスクというのは常にあった。その中ではなかなかこうリスクを受容できない状況が継続し、対策を簡単には緩められない状況が非常に長く続いたと、そんなことにつながっていたかというふうに思います。で、今回9月から始まりました、昨年の9月から始まりました政府行動計画の改定の中で、私も意見として新たな政府行動計画に臨む8つの視点というのをお話しさせていただきました。本日はこの中からかいつまんでお話をさせていただきたいと思います。まずこのリスクランドスケープの精査というものなんですが、リスクランドスケープというのは今後のパンデミックのリスクについての全体展望、今後ですね、この未来にどのようなパンデミックのリスクがあり得るのかという全体像ですね、これをしっかりと考え直す必要があるだろうというふうに思っております。で、先ほど申し上げましたが、過去の事例の科学習に注意しましょうと、特に直前に起きた新型コロナの経験、ここに学ぶことは非常に重要なんですけれども、それだけに引きずられないよう、そこは特に注意をしていく必要があると思っております。特にその中で訓練演習というのをこれから行っていくことになるんですが、そういった時もコロナの、コロナのようなものを想定した訓練演習ということはまず手始めに行われるとは思うんですけれども、それ以外のタイプのパンデミックのリスクというものを想定したシナリオ、こういったものもしっかりと考えながらやっていく必要があるというふうに考えております。当然そのコロナとかですね、インフルエンザという病原体別の計画、これはこれで非常に重要なものになっていますけれども、この大きなパンデミックのリスクという、広いリスクに対して備えていくためには、その病原体別の計画というのだけでは不十分で、そこに土台として、例えば病原体群別に対する計画、いわゆる例えばですね、呼吸器疾患のパンデミックに対する計画という部分であったり、あるいはどのような病原体群であってもですね、パンデミックというものが起きた時に共通に想定されるリスクに対する計画、例えば病床のキャパシティ、サージキャパシティとかですね、そういったものに対する共通の計画という部分、こういったものを組み合わせた計画にしていく必要があるのだろうというふうに思います。続いて予防事前準備計画と対応計画の明確化というものですが、この計画といったときに、その発災前にですね、予防を行う、あるいは事前準備を行うという部分に対しての計画と、実際に起きたときにどのように対応するかという計画、これが2つ要素があるわけですが、今までそこがあまり明確にどっちつかずになっていた部分があるのかなというふうに思っております。まず予防としてどんなことを行うのか、発生リスクを下げるためにできることはという部分と、あと事前準備ですね、対応のために中長期的に何を行っていくのかという計画を書き込んだ上で、ではこの事前準備の段階で準備してきたもとに基づいて起きた時の対応はどのように考えていくのかというのを書いていく必要があるかと思っております。で、その際に重要なのは、我々が次のパンデミックでどのように対応しているか、そこであるべき姿、ビジョンというのを明確にしていくことだと思っております。例えばこのコロナの最中でも100 days mission と100日計画と
というのがございまして、新たな感染症が発生したときに医薬品ワクチンというのを発生から100日以内で供給できるようにしようという、大きなビジョンが出てきた、描かれたわけなんですけれども、そういった具体的な次のパンデミックではこうするぞというイメージ、これを明確にして、そこから逆算バックキャスティングして、じゃあこの中長期的にどういうステップでそのあるべき姿に近づけていくのかというふうに考えていく必要があるだろうと考えております。それから情報提供と共有からコミュニケーション計画へ、これは今の政府行動計画にも情報提供共有、これはよく書かれています。情報を広く出していくこと、これ非常に重要なことなんですけれども、今回もインフォデンリング、情報の洪水なんていう言葉もありますように、情報を、ただ出していくだけではもう次はダメなんだろうと、しっかりと戦略的に出していく、このフェーズに応じたコミュニケーション計画というのをしっかり作っていく必要があるだろうというふうに思っております。この危機のフェーズに応じて、どのような情報が求められるか、どのような行動を求めていくかというところは違ってきます。そのフェーズに応じて情報の内容や発信方法、例えばターゲットとなる方々というのもですね、考えながら工夫しながら計画的にコミュニケーションを行う戦略的な視点というのが求められると考えております。特にこの感染症対策という中では、もう社会の隅々まで影響を与えます。その中でこの予防行動、市民の協力というのが大きな鍵を握ります。より多くの市民の協力を得ていくために、さまざまなこのコミュニケーションの方法というのを模索していかなければなりませんが、これは決してパンデミックの時だけしか学べないものではなくて、平時の感染症予防活動という中にもそのヒントが多くあると思っております。続きまして、データ取得計画の策定とあります。今回のシンポジウムのテーマも、いかにこの感染対策と社会の経済生活、社会生活というのを両立させていくかというところかと思うんですけれども、やはり必要な感染対策というのはその中でも行っていかなければならない。ただその中でいかに標的を絞って効率的に行っていくかというのがまず求められるだろうと思います。より行動制限、市民の行動制限を少なくし効果的な対策を行うために、例えば病原体とか疾病の性質、感染動態を早期に解明していくこと、それからどこで感染が起きているのか、流行が起こっているのか、そしてそれに対する社会のリスクというのはどうなのか、この社会のリスクというのも、例えば免疫状況であったり、あるいは医療体制であったり、ダイナミックに変わっていくものであります。それをしっかりタイムリーに評価をしていく。それから今回もさまざまな社会性対策、例えば外出自粛といったようなこともありましたけれども、そういった公衆衛生社会対策の効果のモニタリングと評価、こういうのもしっかりとタイムリーに行っていける必要がありますが、これいったデータを取るメカニズム、なかなかその有事の時に突然立ち上げるというのは難しいものでありますので、この平時からのメカニズムの構築というのが不可欠になってまいります。そして脆弱な人々を守る。この感染症はこの生活環境、感染症に限らずですね、健康危機一般すべてですけれども、生活環境の良くない立場に、良くない場に置かれた方々、生活基盤の脆弱な方々により影響、大きな影響を与えます。そういったところが特に感染対策を徹底することが難しい環境であることも往々にしてあります。最も影響を受ける人々を支えるメカニズム、これが社会全体への影響を緩和するためにも対策を効果的に行う上でも不可欠だろうというふうに考えます。それから平時も有事も読んでもらえる行動計画。よくこのコロナのパンデミックの前にも、私この危機管理訓練演習というのをいろいろやっておりました。で、さまざまなシナリオを使って、そして議論をして、最後に振り返りの時間で必ず言っていたことなんですけれども、これ海外の危機管理の専門家の受け売りではあるんですが、まず1に事前に計画を読んでおきましょう、2に計画を読んでおきましょう、3に計画を読んでおきましょう、それぐらいですね、結構みんな計画マニュアル事前にあっても読んでいないということは多々あります。
ただこういった計画をですね、やはりあることは知らなければ意味がない。ここにまあ書いてあります通り、備えていることが知らなければ備えていないと同じ。せっかく倉庫にですね、何か備蓄の物品を買ってあっても、それをあることをみんな忘れてたら使えないわけですね。行動計画も同じです。書いた人は知ってるけども、その後ですね、引き継がれず、あることも忘れられるということは多々あります。しっかりと目を通してもらえるような行動計画にしていく。これはいろいろなやり方があると思うんですが、例えばこう見やすく読みやすいデザインでやる方法もあるし、この行動計画を読むような機会を訓練演習などでどんどん作っていくというようなこともあります。これはさまざまな工夫を凝らしていく必要があるのだろうなというふうに考えております。で、最後のスライドになりますけれども、途中でも申し上げましたように、パンデミックというのは社会の隅々まで大きな影響を及ぼします。その中で感染対策行動には市民すべての協力が鍵になっています。病院の人たちが頑張ればいいとか、行政の人たちが頑張ればいいという話ではございません。そして、パンデミックの対策というのは決してパンデミックの時だけの話ではなく、そしてパンデミックに通じるものというものは平時の感染症対策の中で学べることがいっぱいあります。特に予防の呼びかけなど、平時の感染症対策にしっかり学んでいく。それから、パンデミックになってですね、いきなり感染症対策を強化しようと言っても、そこでさまざまなツールがなければどうにも身動きが取れません。それは検査体制であったり、あるいは調査の体制であったり、あるいは病床のキャパシティであったり、そういったものに対して、平時の対策をしっかり底上げしていくことで、パンデミックの時に選択肢が増える、そしてさまざまな効果的な対策を取り入れることにつながると、迅速に取り入れることにつながるというふうに思っております。そして最後、いろんなところで、同じことを申し上げているんですが、過去問型の危機感にならないように、過去に学びすぎないように、危機は必ず未来に、そして必ず昔と同じことが起こるとは思わない、常に新しいリスクを想定しながら備えていくことが重要だというふうに考えております。では皆様、ご清聴ありがとうございました。斉藤様、大変資産に富んだ貴重なお話をありがとうございました。会場の皆様、改めましてもう一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。それではどうぞご講談ください。